STS-51J は、アメリカ航空宇宙局のスペースシャトルのミッションである。アトランティスの初飛行であり、スペースシャトルのミッション全体としては21回目となった。1985年10月3日に、ケネディ宇宙センターから打ち上げられ、アメリカ国防総省のペイロードを運び、4日後の10月7日に帰還した。放出前の衛星アトランティスの初飛行。 STS-51J のミッションを終え、砂漠に着陸するアトランティス STS-51J は、1985年10月3日11時15分に、ケネディ宇宙センター第39発射施設から打ち上げられた。打ち上げは、メインエンジンの液体水素バルブを閉じる遠隔制御装置の問題で22分30秒、遅れた。制御装置は、誤って、 オンと表示されていた。ミッションは STS-51C 以来2度目のアメリカ国防総省のペイロードを放出するためのものであった。2つの DSCS-3 衛星が完成上段ロケットで正式軌道に投入されたと言われている。DSCS 衛星は X 帯の周波数を使った。それぞれの DSCS-3 衛星の設計寿命は10年間であったが、 いくつかは設計寿命を大きく超えて使われた。ミッションは成功したと考えられている。4日と1時間45分の飛行が終わった後、アトランティスは1985年10月7日13時に、エドワーズ空軍基地の第23滑走路に着陸した。STS-51J によって、船長のキャロル・ボブコは、 三つの異なった帯田で宇宙に行った初めての宇宙飛行士となり、また二つの異なった帯田の諸女公開を経験した唯一の宇宙飛行士となった。ありがとうございます。